今はまだ暗いですね。現在5時55分ですね。6時20の頃かな。暑い。25度ですもんね。そうですね。うわ。体感で言うならもっと暑いかもしれないですね。すげえ。今日もう沖縄感がありますもんね。信じられんすわ。すごいな、やっぱ。プールあるんだ。お部屋は10階であります。うわ。ビューだ。これオーシャン？オーシャンかわかんないビューだ。あ、ちょっと。ビューはどうなってるかな？窓からのビュー、お、なにこれ。これくれ、もらえんの？すごくない？普通なんか、なんもないかおまんじゅうか水じゃない？すごっ。いきます。なめん！あのビューだわ。なに？素敵な店。ああいうとこ行こう。西の町市。俺、ああいうの好きなの。地元来たらね、スーパーとかそういうとこ行くの好きで。俺、絶対行こう。開けちゃうぞ。わ、スーパー楽しみだな。あ、美味しそう。焼き菓子でした。いただきます。うん。うまい。あれだ。あれだわ。あれに近い。なんだっけ、沖縄のあのお菓子。チンスコに近い。これは明日マジックで出すやつです。トンタの豚丼のタレだよ。絶対すごいんだよこれ、ね、ちょっと飛行機で気圧で泡立ったから。さあシャワー入ったので、あそこの西の町市場行ってきます。見て、鳩で鳩。なんかね、鳩からのヤギマスカー。わ、早速シーサーだ。楽しみ。マジでスーパー好きなのよ。スーパー好き。冬瓜、島人参、ヘチマ、ジャンボ島唐辛子。なんだこれ。島豆腐、チンヌ。やっぱ豚肉有名ですよね。見たことない牛乳がいっ
ぱいありました。殺落とか豊臣牛乳がありませんね。ジュースも見たことないのがいっぱいありました。メイグルト、ヤギかな。買いましたよ。いや最高でしたね。さあ買ってきたの、じゃじゃん、タコライス2番、セカンド、もずきの天ぷら3番、サード、三枚肉煮付け4番、ファースト、人参しりしり、これ好きなのよ、黒糖ポーポー、ウコン茶、グアバ茶、他にもね、あの魚とかね肉とかね、調理できるなら買ってましたね。あとパンね、渦巻きパンとか仲良しパンとか、あとまんじゅう系、これカロリー高いので買わずに我慢しました。うち結構しりしり食べるんですよ、家で。しりしりギシギシじゃん、これギシギシ。いただきますよ。おぉ、おぉ、うめぇ、うめぇ。この辺はタコライスも米が欲しくなるってもんだ。しりしり行きつつ、うまっ。ね、空いてますね。あ、うまいわ。沖縄うまっ。うめえ。肝臓に良さそうだぜ。だから北海道旅行に来た方はスーパー行ってみてください。めっちゃ楽しいですから。消える消えなくてです。うまっ。でもそのままでも絶対うまいんじゃないですか。まずうまいですよ、絶対うまいですよね。え、味付けないの？味ないでしょ。でもひとまずうまいですよ。なんかあったかくして、薄い出汁の中でこう、あ、うまっ！あったかい食べ方するとすごく良かった。こちらロース肉。あ、バラとロースですね。ぐちゃぐちゃって。美しいですね。大丈夫ですか？そうなんですね。あの、ついででいいですよ。じゃあ、広島なんですか？広島ですよね。やばい、めっちゃ2杯飲むとか思わなかった。普段飲まないの？普段全く飲まないんですよ。今、YouTube でも、お酒で CM に佐々木朗希がインしたってネットニュースに出てた。あ、そうなんですか。佐々木朗希の投げてる生見たいよね。
なんでそんなしょんぼりした目するんですか。今なんかしょんぼり。そういうことをメカパが喋ったって。そうなんですね。やったー、甘いものだ、砂糖きびアイス。あ、おいしい、おいしい、おいしいですよね。どうぞ。北海道ではないですもんね、もうですよね。すげえ、すげえ、趣ありすぎる。あ、すごい、行き止まりがあんの。もうすごいね。ならでは、マジならでは。あ、これ私で、はい、ありがとうございます。泡盛り。BGM だ。触るんじゃないよ俺に。年ぐらい前。タクシー乗る方どうぞ。乗ってください。目いっぱい乗って。すごい。三ちょうどいいですね。これですよね。これが昼なら最高なのよ。1日目が終了しました。声が枯れてますね。酒豪伝説聞きまくってます。普段酒の飲まないおいらが6杯飲んだんですが、今もうすっきりしてます。Say goodbye to green angel. It's going back home for the next magic show.